お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのラバです。ラバ。はい。というわけで、まあ、ムートラバ、まあ、遅延ラバ、まあ、遅延ラバですかね。まあ、遅延型の、まあ、防衛に結構特化しているラバデッキでございますね。で、まあ、最近すごいあったんですけど、ラバでも、ディガーもバルーンも入ってない、ホバリングランバーみたいな。その、まあ、最近なんかバルーンもディガーもないラバがすごい流行ってるんですけど、まあ、それと同じですね。また、バルーンもディガーも入ってないんですけど、で、まあ、削りが、だから、そんな、まあ、削るユニットとかもないんですけど、まあ、意外とこのムートとか、まあ、ロリババをうまく使っていけば、意外とタワーは削れるんでね、まあ、ポイズンもありますし。なんで、まあ、しっかり、まあ、防衛して、まあ、相手からタワーを一個も取られないようにすれば、めちゃくちゃ強いデッキですよ。もう気づいたら、相手のタワー折れてます、マジで。これマジっす、これマジ。これマジで。なんで、しっかり防衛するのが鬼大事ですね。はい。というわけで、やっていきます。よいしょ。で、なんだろうな。なんだろう。まあ、なんで、まず基本的に防衛から。防衛からですね。よいしょ。まあ、これはメガを当てて、これはラバー合わせてもいいけど、どっちでもいいですね、正直。けど、まだ合わせなくてもいいですね。一回防衛しっかりしてから。余裕ができたらラバ展開ですね。で、なんだろう、そう、このデッキ、前にも実は存在してたんですよね、なんか。いつかな、リーグ、クラロワリーグアジアがあった時に、実はこのデッキ、一時使ってて、動画では出してないか。そう、マジで、これ前にも実際に存在したデッキで、その時ロリババだったかどうかは覚えてないんですけど、よいしょ、OK。防衛がすごい硬いですね。これザップとか打ってくれて、ムートが壊れたら美味しかったんですけど、いや、ザップじゃ壊れないか。OK。まあ。相手は、ジャイプリ、ライドラメガゴのファイウッズザップディガーですね。そう、そのリーグ中に、実はこれグラチャルとかで鬼使ってて、マジで強かったんですよね。その時すごい無双してて。よいしょ、でもほんまね、まあ使うことはなかったんですけど、タイミング的に。そう、その時にマジで無双してたんですよね、これで。懐かしいの復活ですね。鬼嬉しい。マジで、これ、マジで強いですから、なんか、使ってみてください、ぜひ。まだ1戦目だけど、全然。毒が強いのか分かんないですけど。けど、強いんですよね、これが。マジでこれ全部守れるんで、余裕で。ぽい。ぽいぽいぽい。で、まあ、ディガー裏に来たら取り逃げするけど、裏に来なかったから、これ吸って、これでもムート壊れたことによって、ジャイがムート殴るでしょ ?OK。で、このムートの防衛力も高い。優秀。OK。まあ、これは今、ラバ展開でいいかな。よいしょ。メガゴ展開のラバでもどっちもいいですけど、ほぼ石で、のアイスウィズで、軽く防衛してあげる。あ、これ美味しいですね。で、これは、感電が痛いですね。感電が痛い。まあ、これポイズン、OK。そうすると、もうこれでいい。てか、相手プリンス先咲いたでしょ。これ入るくね。でも、このムートとか、まあ、今のロリババでもどっちも良かったんですけど、この相手のタワーがムートとかをターゲット取るんですよね。そしたら相手のパピー、相手のパピーっていうか、そう、僕のこのパピーが鬼活躍してくれます。なんで、まあ、ラバが破裂するタイミングぐらいで、あれを追加するのはすごい大事ですね、ロリババ。だから今これまた相手あれ咲いたんで、あれってなんだ。あれだよ。プリンス咲いたんで、そう、こういうロリババを飛ばしとくと、結構相手からしたら陸受けがないからすごい苦しいです。だからもうこれも端前ラバで、いや、これ多分良くないです。こういうことをすると、良くないですね。マジで良くないけど、まあこれもメガゴ、あ、待って、アイス G がどっか行く。まあまあでも。ああ、これ今のもこのロリババを飛ばしとくと、すごいいいっていうか、今ので落ちてたまであります。ちょいと、まあ。でもラバー破裂時のロリババはすごい徹底していいと思いますね。はい。
ということで、まあ多分このラバープラスのなんかで終わりますね。墓石を置いて、まあムートでもいいけど何でもいい。これとりあえず防衛しとけば OK。 これも勝ちましたね。圧倒的勝ちましたね。もうムートが入っちゃったよ、入っちゃったよ。もう防衛しっかりしとけばタワーの方はね折れるんで、まあ、そこ大事ですね。しっかり防衛、しっかり防衛。はい、ということで、まあ、次ですね。いやマジでこのラバムートは鬼強い。何がきついんだろう。その弱点がまあ三重子みたいなのがあるんですけど、三重子マジでほぼ見ない、っていうか見ない、マジで見ないです今。10個数ホレイですよね。マジで。まあ自分も使ってたからちょっと苦しいんですけど、まあまあまあ言うてね、サンデシーいなくなると本当にポイズンを使ったデッキがすごい強くなるんで、前の環境のあのシンプルにラバホバリングランバーベビードラメガのやつとかも鬼強いと思いますけどね。これ多分やばい、一発入るかも。いや危ない、危ないですね。ワンチャン、ロリババして、ムートを延命させる。あー、でもロリババで、まあまあ。そう、最近、ロリババすごい入ってるから、ムートもなんか、そこまで通る気がしないんですけど、意外と、意外と刺さりますね。これちょっとあの、肉受けなかったんで、トルネで、キング起動にします。ぽい。これ、墓石置きたかったっすね。やばい。痛い。痛いけど、まあしゃあなしで新鋭隊。なるほど、なるほど。とりあえず打つか、打ってきますか。新鋭隊。今さらワンチャン三重施設もないこともないですよね。やっぱオーブン新鋭隊三重師みたいなのも多分回ったと思うんですよ、ね、ほら出たー。10個数になっても三重師頑張って使う人だ。まあ、けど、これあれだな。相手のあれがだるいですね。工場。けど言うてこれも、墓石で。ぽい。これトルネでいいや。タワーのターゲットがマスケに行ってるんで、これで守れますね。はい。ということで、相手は、オーブン親衛隊三重子、古城ババコウモリ。まあ、ロリーババ。これはまあラバ展開しますね。相手一気に攻めるやつ、まあ、火力あるやつが古城ババしかないんで、いやこれもキング起動してるんでアイスウィズで許容します。逆サイアイスウィズで許容して形を作るのを優先します。でポイズンは使いませんね。あの相手の三重子をトルネポイズンしたいんでと思ったんですけど、いやいや使わない。もうラバ削りでしたね。ラバ削りでこれロリババして、相手三重子絶対召喚展開すると思ったんですけど展開してこないです。まあまあでも三重子やっぱ10コスなんでね、10コス出すの絶対きついですから。でここもこの2体これで処理してあげて OK、 勝ちましたね。三重子10コスっていうのはそんなに怖くないですね。やっぱ出すまでの間やっぱ待ちがありますし、相手が何も出してこなかったら電波か、まあ、30しかの2択ですし、そしたらトルネードとかも構えときやすいんでね、30出すぞっていうのが分かるだけでもすごい美味しいですね。しかもまあ10コスなんで、ああやって一瞬で処理してしまえば相手はどうにもできないですし、まあ、そんな感じで30はいないですし、まあ、当たっても意外と勝てちゃうみたいなとこもあるんで、普通にポイズン最強までありますね今。まあなんで普通にアイスウィズとかも鬼強いと思いますし、これ遅延ラバですね。遅延ラバムート、いやマジで鬼ゲロ強い。よいしょ。ということでマッチング待ちですね。ふうして、明日はあれですね、マジでディガポイ。明日はムート入りのディガポイ動画です、マジで。はい。ちなみにちゃんとこのラバデッキも、もう遅延のディガポイデッキももうグラチュで12勝したんで、はい。まあでも環境がまだ定まってないっていうのはあるんですけど、よいしょ。
ってことで、とりあえず防衛します。これやばい。さては三十四の香り、え、まだ三十四いるの？10コース出し前にバーみたいな。え、三十四やないだってこれ。マジで三十四だよね。ヤフリっぽい神器、え、マジっていう、もうびっくりするんだけど。これ三十四だったらさすがに違うか、さすがに違うか。いや三十四か、今のトルネ構えとけばよかったっすね。そしたらトルネっぽい積んで処理できてて、だってトルネっぽい積んで7コスで処理できますからね。鬼美味しいっすよね。よいしょ、こういうの来たら無視してラバ展開します。来なかったも無視、無視というかまあラバ展開で。相手も今30匹咲いたんで、30匹以外の対空はハンターしかいないんで、相手のハンターをしっかり処理してあげればこっちの勝ちですね。けど相手の、あ、あ、これですよね。今ユーノも咲いたから、多分陸がアイゴレしかない、工場がアイゴレしかなくて、この防衛ですら多分相手苦しい。でこれまあムートがターゲット取る、これですね。この間にパピーが鬼殴るんですね。これが強いんですよね、マジで。マジで。なんで、まあ、今のムートでしたけど、別に、ロリババでもいいですし、まあ、なんでラバ破裂瞬間に、まあ、な感じでね、縦一体放り投げると。それだけで、倒れちゃいますね。よいしょ。あ、このリポンももう1分切ってるんで、何も怖くないですね。3式でもトルネポイズンでまとめて3アドで、なんで、構えときますか。トルネポイズン。なるほど。これは逆にムートで全部美味しい美味しいみたいなことないですか。これ、ムートの強さ。強さ？ムートの強み。あー、けど、言うて全部抑えられたっすね。ぽい。おや？まあ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 。まあ言うて。ラバ展開でメガゴで、あとトリネポイズンしっかりやれば、ポイオッケーで、これもロリババで処理して、相手対空もなくて30死10コスで多分間に合わないから、ここで攻めますね。相手はムートだけでも苦しいですから、オッケー、グッドゲーム。意外とムートがね、刺さるんですよね。縦線とか行ってもロリババで突破できますし、あの思った以上にムートが普通に強い気がしますね、今。はい、なんで、これですね。このラバムート。いや、マジでまだムートのレベルが高い人とかは、まあ、しょうがないですね。それ頑張って集めてください。というわけで、今日こんな感じですね。マジでこの遅延ラバ。今、グラチャレすごい、いいと思うんで、ぜひ、バルーンとかも墓石トルネードでキング起動もできますし、高校回転でムートを出さなければ、しっかり空にも、ここで立ち回れるんでね。はい、ぜひぜひ、こちらのデッキ使ってみてください。というわけで、本日終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。